今回のたわわの輪はチャーミートンを使った料理を紹介します。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。さあ紹介してくださるのは料理講師の本田香織さんです。モニター越しですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。本田さんは料理教室の開催に加えテレビ、イベントなどにも出演しています。今日のお料理は何でしょうか？はい、今日の料理はポークチャップ炒めです。とっても簡単に作れるお料理ですよ。それなら私も美味しく作れそうです。それではレッツクッキン。メインとなる食材はチャーミートン。緑茶粉末とお茶に含まれている成分カテキン、さつまいもが入った飼料を食べて育った豚です。その他の材料はご覧の通りです。詳しいレシピは JA 鹿児島県経済連のホームページでチェックしてください。まず最初の工程は何でしょうか？はい、まずは下準備をしましょう。豚肉は広げてから塩コショウをしてください。はい、結構しっかりつけた方がいいですか？そうですね、今ぐらいの感じでいいです。これを両面つけてください。両面、はい。玉ねぎは 0.5 センチ幅の薄切りにします。準備ができました。続いては、はい、フライパンで炒めていきましょう。サラダ油を熱して玉ねぎを弱火でじっくりと炒めていきます。結構しっかり、そうですね、結構しっかり炒めます。時間がかかると思います。もうしんなりとしてきましたね。はい、だいぶ透明になってきましたよ、はい、そしたらお肉を入れていきます。はい、入れます。わー、はい、お肉を入れたら、はい、ちょっとフライパンが冷たくなるので中火に火加減をしてください。はい、でさっと両面を焼いてですね、ある程度お肉に火が通ったらもう玉ねぎと混ぜて炒めてください。合わせ調味料を加えていきます。はい、あとは水分を飛ばすように炒め合わせるとポークチャップ炒め完成です。ではいただきます。このチャーミートンとケチャップのソースが合いますね。そして噛めば噛むほどチャーミートンの旨味が出てきてとっても美味しいです。豚肩ロース肉や豚バラ肉に変えていただいても美味しく作れますよ。皆さんもぜひ試してみてください。それではたわわの輪。ここで A コープからお知らせです。今月31日までお米やお肉、商品券などが1000人の方に当たる決算還元お客様感謝祭プレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは A コープホームページなどをご覧ください。続いて番組からのお知らせです。チャーミートンロース肉を5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。